少佐、インターポールの方がお見えです。インターポール、チュンリーです。何か？シャドルの合同捜査について打ち合わせに来たのですが。では俺が倒す。どういう意味かしら？ベガを倒すのに応援はいらないってことさ。ガイル少佐、軍の決定ですよ。ベガを倒しゃいいんだろう。お互い頑張ろうぜ。お待ちしておりました。早く見せろ。はい、これが新たに開発した最新型サイボーグです。従来のモニターサイボーグに装甲を施し、戦闘能力を身につけさせました。そして超高性能コンピューターを搭載させ、サーチした格闘家の運動パターンをデータ化して記憶再現することが可能です。ただ高性能ゆえ制作に時間がかかるのが欠点でして、とりあえず完成したこの一体をぜひお試しください。なかなか面白い。早速他のサイボーグ同様、世界各地の格闘家のもとに向かわせよう。そいつの成長次第によってはシャドルーの幹部クラスの地位を与えてやっても構わん。ありがとうございます、ベガ様。必ずやご期待に添えられるようにいたします。ところで例の男は見つかったか？まだ見つかりません。このサガットを倒したほどの男をどうして見つけられないのだ？各国のファイターの情報を追わせてはいるのですが、それにしてもリュウという男、本当にコンピューターが記録したほどの格闘能力を持っているのでしょうか？どんな格闘家でも潜在格闘能力の数値は2000が限度だと思うのですが、
3600もの数値はとても信じられません。とにかく一日でも早くリュウを探し出すのだ。ヒマラヤの奥でも何でも細胞を飛ばせ。拳の先に何を見ているのだ。飯を食う前に谷へ水汲みに行くぞ。はい。この野郎、なんでもっと打ってこねえんだよ。手加減してんのかお前。おら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 、この野郎、手加減なんかするわけねえだろ。お前ってやつは本当にわからねえやつだな。おら、てや。まあいいか、いつか俺とお前が本気で戦わなきゃならない時がやってくるだろうからな。遅くなってごめん。剣が遅れてくるなんて珍しいわね。試合の相手が結構しぶといやつでさ、予定より少し手間取っちゃった。で、どうだったの？もちろん。またタイトルが一つ増えたってわけだ。まあな。
いや、フェイロン。何かあったのか。余興だよ、余興。余興？何？客の若い男が今、リングに引っ張り出されてるとこだ。俺は何も言ってない。お前が試合を見ながらブツブツ言ってんの聞いてんだよ。ケチつけるなら強いんだろ。面白そうだな。あんたも大スターのくせして、こんな罵声のファイトが好きだね。あの男、結構やれそうだ。え？ガキ。クール。オラオラ、レイ。見せてくれるじゃねえか。今度は俺が挑戦させてもらうぜ。お前なかなかの格闘家のようだな。名前は？俺の名前は龍。旅をしているだけの日本人だ。戦うつもりはない。終わりじゃねえ。見せてやるぜ。とっておきよ。さあ構えろ。うわあ！人客。うわあ！うわあ！つまき。そうか、思い出した。龍か。何年か前にムエタイの王者サガットを叩きのめしたまま行方知れずになった格闘家がいたな。確か日本人で龍と言っていたが、お前がその龍か。サガットは今シャドルの組織で特訓を受けているって話を聞いたな。シャドル？なんだそれ。知らないのか。知らん。世界中に武器や麻薬をばらまいている犯罪シンジケートさ。サガットが犯罪シンジケートにか。龍か、また会おうぜ。
栄え剣。お前と戦うために来たんだ。わからねえやつだな。俺はもうストリートファイトなんかやらねえんだよ。格闘家がどこで戦おうと同じことだ。くだらねえ。こんな路上で戦って何になるんだ。お前は格闘家として高いタイトルを獲得している。そういう男を倒していくのは格闘家の名誉だ。それがくだらねえって言ってるんだよ。それにお前じゃ俺は倒せないぜ。どんな奴が現れたって俺を倒せやしない。竜以外はな。竜、行方知れずの放浪格闘家か。そんな奴と俺を比べるな。なるほど、結構できるじゃねえか。気に入ったぜ。どうも。お前は今どこにいるんだ。早く蹴りをつけに来い。ジャハーンを抹殺したのは確かなんだな。はい、間違いありません。それから暗殺現場でモニターサイボーグが未確認の格闘家をキャッチしています。今調査中です。他には？シアトルのモニターサイボーグが興味ある映像を送ってきましたので、ぜひベガ様にもお見せしたいのですが。
よし、そっちへ行く。わざわざ呼びつけるということはそれだけの情報を得たということだろうな。はい、この映像をご覧ください。この男、かなりの格闘家のようですが、面白いことを発見しました。追跡中の竜の映像と重ねてみたのです。この男は剣マスターズ司令部のコンピューターにはこの男のタイトル戦のデータは取れていますが、竜との関連は気がつきませんでした。どういうことだ。剣と竜は日本で10年以上も同門で修行しております。格闘家としての実力は同等となっています。同等？潜在格闘能力が違うではないか。現在の竜のデータはまだ取れていませんが、やはりコンピューターの何らかのミスか、竜自身がまだその能力を使えていないか、どちらかでしょう。竜と同門の格闘家か。この剣という男を P 計画の兵器として使うのも面白いかもしれんな。総帥、アメリカ大統領エド・プレスマンは兵器の規制法案の強硬な推進者ですから、思いのほか警護は厳重です。大統領暗殺計画は確実に遂行されなければなりません。この男を私のサイコパワーで鍛えれば大丈夫だ。しかしキャミーの件がありますからな。キャミーは目的を果たしたではないか。インターポールの基地で調査を受けております。構わん、もうキャミーの仕事は済んだ。放っておけ。インターポール基地内で交流中のキャミーのモニター映像も届いておりますが。見せろ。情報部の特殊工作員であることは分かっているのよ。覚えてない。イギリス情報部員のあなたがどうしてシャドルの指令を受けて法務大臣を暗殺したのか、そのつながりが分からないの。覚えてない。キャミー、あなたは意識をコントロールされていたのよ。どこでどんな方法で意識コントロールされていたのか、手がかりでいいから掴みたいの。しっかり思い出して。覚えてない。放っておけ。サイコパワーがインターポールごときのシステムで解明できるわけがないわ。しかしキャミーをこのままにしておいては。そのうち始末する。それより竜という男の追跡を緩めるな。あの男どうあってもこのベガ様の前に連れてくるのだ。わかりました。ところでアメリカ北部には剣の捕獲指令を出しておきますか。出さんでよい。こういう男は網にかけるのも楽しみの一つなのだ。何のつもりだ。単独捜査をするつもりならルール違反よ。おせっかいな女だ。どかないなら引いていくまでだ。どうぞ。ガイル少佐、親友ベガに殺された気持ちは私にもわかるわ。他人のプライバシーを覗くのもインターポールの仕事ってわけか。失礼だとは思いましたが、あなたのファイルを読ませてもらいました。
今やベガはあなたの親友の敵というだけではないのです。おしゃべりだけじゃベガは倒せねえぜ。それなら腕の方もお試しになったら。え、遊んでる暇ねえんだ。ベガは私にとっても父の敵よ。でも私はインターポールの捜査官よ。プライベートな感情よりシャドルの壊滅が先。ガイル少佐、もしあなたにエアフォースとしての誇りが終わりなら私たちに力を貸してちょうだい。ギャーギャー騒ぐ女は苦手だ。乗るのか乗らねえのか。もちろん乗せていただくわ。どうしてモニターサイボーグが？そこに DJ というちょいとしたファイターがいるのさ。お前たちみたいなタコに俺のミュージックをわからねえんだよ。帰れ。やろう。俺は何もやってねえよ。俺は空軍少佐ガイルだ。へえ、その空軍少佐が俺に何の用だい。あ、俺のファンかい。あんたはシャドルにマークされてるんだ。イヤッホー。シャドルってあのおっかない組織の。光栄だね。冗談じゃねえ。シャドルに関わったらのんきにプレイしたりしてられねえぜ。ジョークだよ。俺なんかはなんでシャドルが目をつけんだよ。奴らは今名のあるファイター全員のデータを集めてるところだ。そんなこと関係ないね。関係なくないよ。あんたのデータはこいつがもうシャドルに送ってるよ。やっ！なんでこの化け物は趣味の悪い人形系？モニターサイボーグだ。高性能コンピューターでコントロールされているシャドルの情報屋だ。仲間にも伝えておけ。こんな奴がうろうろしてるから気をつけろってな。ガイルか。インターポールと手を組んでこのベガ様に手向かおうというわけだ。どうだガル、このチュンリーという捜査官、お前が可愛がってやってはどうかな。美しい娘ではないか。父親の復讐に燃える捜査官か。けなげじゃないかなあバルロン。
かしいな。さっき部屋に戻っていると言ってたのに。急いでるってのに。嫌な予感がするぜ。早く出ろ。追い詰めたウサギの皮をゆっくりと剥いでゆくのは私の趣味だ。特に可愛いウサギの血はこいつも吸いたまってる。しっかりしろ、チュンリー。バルログよ。何？チュンリー、チュンリー、チュンリー。Thank you.
結婚しようか。突然どうしたの？嫌か？嫌なわけないでしょ。今までそういうこと言わなかったの、剣なんだから。じゃあいいじゃないか。でもなんかすっきりしないな。何かあったの？別に。やっぱり今日のあなた少し変よ。ごめん。ありがとう。あなたの気持ち受け止めておくわ。イライザ、愛してるわ。後で電話ちょうだい。お前を待つのも疲れたぜ。総帥、目標の車をキャッチしました。よし、近づける。マスターズだな。お前を迎えに来た。迎えに？貴様は誰だ？私はシャドルの総帥ベガだ。ベガ、知らねえな。何の用だ？お前を強力な格闘家にしてやる。君の悪い野郎だ。あっちに行け。この私がお前を竜以上の格闘家にしてやる。何？竜？竜を知っているのか？理由と聞いてようやく真剣になったか。うるせえ、お前の知ったことか。
化け物、俺をどうしようってんだ。妙な技を使いやがって。サイコパワーを備えた私に抵抗は無駄だ。サイコパワー、ケン、このベガ様におとなしく従うのだ。うるせえ。服従するのだ。誰が化け物なんかに。わからんやつだ。ハドロック！なかなかのファイターだ。お前を育てるのが楽しみだぞ。少佐がわざわざケンマスターズに会いに来るとはどういうことですか。ケンはベガに狙われてるんだ。剣の車か。はい、間違いありません。くそ、一足遅かったか。